はい、どうも皆さん、こんにちは。私はナッシュを使ってスト5を楽しんでプレイしており、つい先日ゴールタイムまで到達とかできたのですが、やってることはそばと中足で一方的に牽制し、飛んできたらしゃがみ中、空中投げ、ゲージがあれば EX サイズで落として、置き攻めに行くという立ち回りになっています。そのため、えー、コンボも中中大サイズからのコンボしかできません。ランクマンをしていると、えー、小キックに技を仕込んだり、長いコンボや複数のコンボを使っている人、 対空に勝利が出せる動機使いに遭遇することがあります。一方、私の立ち回りは一つのボタンのみしか押さず、対空ワンボタン、雰囲気空中投げ、ボタンを二つ押すだけの竜巻コマンド。そして毎回コンボは同じものと、技術的な面で大きく差をつけられているなという気がし,してなりません。ハイテンさん、私はこの立い方で続けても良いのでしょうかいいと思いますね。てか、結構、この人上手いと思うけどな。その、要するにその、押し引きとか、タイミングとか、そういう部分で、 戦ってるってことで。だ結構本質的なとこなんですよね。実はそこ。それって。それをいかにうまくするかっていう。結局ただ、竜とかもさ、結局、まあ波動と中足しかやらんわけやん。まあダイゴスとかその、まあ、しかやらんことないねんけど、まあ基本はそこなわけやん。で、まあ、ちゃんと飛んできたら落として、みたいな。で、ミスしないコンボして、みたいな。まあ、かなりいいと思いますけどね。このやり方で勝って取る部分には。ね、もうンレダリが倒う。そうだね。まあ、これが通じなくなってくるとは思うんですよ。やっぱりその、仕込みとか、 要するに今ってこの人って、技術じゃなくて、自分ができることを、最低限できることの読みで戦ってる感じなんですけど、まあ、そのうち、あの、技術の壁が来ると思います。なんか、あれなんか俺この人に読み勝ててるような気がするけど、なんか、ちょっとずるいことされてる気がするな、みたいな試合が増えてくると思うんですよね。それが、まあ、技術なんですよ。相手の。要するに、グッチョッパーを出してくるみたいな、出されてるような試合が増えてくると思うんで、 まあ、それぐらいから、ちょっと、考えていくっていう感じになるんじゃないかなって気がしますね。まあ、通用してるうちにはもう全然こういう、いいと思いますよ。変になんか別に手札増やす必要ってないしね。別に。いや、でもこの人結構俺は、俺は好きなタイプですね。こういうプレイは。